今日電車で一駅寝過ごしてキセルになるので往復約400円さよならしました。寝過ごした経験終わりですか。俺これマジな話なんだけどさ、夜勤が終わって帰ってきたんだ。朝電車乗って帰ってきた。そしたら乗り過ごしてんのよ。寝過ごして降りる駅で降りなくて終点についてんので、うわやったー、羽美じゃあ逆乗ろうっていうじゃん。逆乗るじゃん。逆乗って起きた時また終点で、もう一回やったことあるよ。で朝に終わってんのに俺帰ったのはね昼2時ぐらいずっと電車で行ったり来たり。あれね、俺究極だったね、マジで。その日も俺バイトだったから夕方6時に行かなきゃいけないんだよ。マジで不毛だったんだその時間。夜勤終わって朝帰るって言ってもうずっと、だから俺の GPS で俺をさ1日追っかけたらさ、仕事がギューって言ってさ、その感じで山手線なら終点がないから7周してください。いや、これはね、これ本当はいけないんだよ。本当にいけないんだよ。その、もう若い頃だったからあれだけど、俺も、あるよ。飲んで、もう帰るのも、時間かかるから、山手線で、寝たことある。非常に迷惑行為だから、絶対ダメだけど。終点がないからさ、ずっと回ってくからさ、そこでずっと寝て、そのまま仕事行く、あったね。俺さ、俺さ、すっごい昔さ、バス乗って、終バスに乗って、で、もうさ、一番後ろにさ、こんな傾いてたんだよ、多分。でさ、終バス終わったら、そのバスって車庫に帰るんだよ。で、運転手さんも、俺を見つけらんなくて、俺車庫で降りたことあるからね。車庫なんか行ったことねえから、ここどこだよって。もうさ、こうやって寝てたらさ、お客さん、起きてください。終点ですよ。あ、すいません。って出てくるのあるんだけどさ。こうやってもう眠すぎてもうこんななってるからもうこの前の座席のこれで見えんのよ。私も100あります。あのさ、今さ、あのスマホにさ GPS ついてんじゃん。あの関係者の方でさ、スマホ新幹線に置いてきちゃって、あの GPS で検索したらゾッとしましたよって、品川の車庫にペコンペコンって光って、今俺のスマホ品川車庫におるって。あのさ、別に品川車庫にあるのが面白いんじゃなくてさ、あのマップでさ、品川車庫に自分の携帯があるのがおもろいよな。マップで見たときおもろいよな。まあその後、あの取りに行ったみたいだけどね、その GPS が、まあ、電源がついてる限りはね、あれだから、その、やっぱ拾いきれないときもあるんじゃない、その、車庫行く前に多分調べると思うんだけど、バタンバタンってさ、こう、隙間とかを調べると思うんだけどね。はぁ、いや逆に安全だよな、確かに。ああ、疲れちゃった。